皆様、ハイタイ。今日は沖縄本島北部の本部町備瀬という場所に来ています。ここには沖縄らしい昔ながらの街並みが残る写真映えスポットがあるので、写真撮影に行ってみましょう。ここからスタートして写真里を探しに行きます。レッツゴー。はい、今福木並木を順路に沿って歩いています。今日はすごい天気が良くて、ティーダカンカンの天気なんですけど、やっぱりこういうふうに木陰に入ると、冷たい風がするので、まだ少し冬の名残を感じる季節です。でもすごい気持ちいいですよ。と福木並木のあるこの備瀬の地区は、五番の目のように区画した村落になります。沖縄は皆様ご存知の通り、台風がよく来る島なので、福木は防風林として用いられています。なので、この福木並木以外にも、至るところで福木を目にすることが多いと思います。はあ、いいですね。お、何か発見しました。すごいシーサーたちですね。目は全部貝殻です。貝殻でできてる。かわいい。ヤドカリみたいになってるシーサーもいますね。ここを写真撮影します。はい。写真撮影。福木並木は沖縄でも有名な観光スポットで、私も学生の頃からよく来ていました。でやっぱり何回来ても、なんだろう、この神秘的な福木のこの街並みにすごく癒されますよね。福木の木は木のようなゴツゴツした感じですね。で葉っぱは本当にグリーン色の葉っぱ、触ってみます。結構固めですね。硬い葉っぱ。匂いは、特にしないです。ちょっとなんか、葉っぱみたいな匂いがします。特になんかこれといって独特な匂いはないです。備瀬集落福木並木通りにやってきました。ここに入っていきます。わあ。あ、なんかこの光景もすごいいいですね。手前側は暗いけど、奥側は光が差し込んでる。ちょっとここも写真撮影していきます。はい、写真撮影。あ、この木漏れ日の影になっているところもちょっと素敵だなと思うので、写真撮影してみます。とこの備瀬の地区は集落なので、現在でも住んでいる方がいらっしゃいます。でその方々でこの備瀬の福木並木は管理されていて、本当にゴミも一つもなくて、とても丁寧にきれいに管理されているので、ルールを守ってこの美しい備瀬の福木並木を皆様にも見ていただけたらいいなと思います。ちょっと後ろを振り返ってみますね。福木のトンネルみたいになってていいですね。ちょっとここも写真撮影します。海じゃないですか。家島タッチューが見えます。家島タッチューに行きたい。今度は家島タッチューもご紹介できたらいいなと思います。自転車だけじゃなくて、今みたいにボード、なんだろう、あれキックボード、電動ボードにも乗ってこの街並みを散歩することができるので、ぜひぜひやってみてください。
本日の写真里はいかがでしたか？釘並木良かったよ、沖縄も行ってみたいなどなど思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンよろしくお願いいたします。私もまだまだカメラは初心者で勉強中なので、アドバイスがあればぜひコメント欄にて教えてください。元部長はこの福木並木だけではなくて美ら海水族館だったり、あと冬は短管狩りができたりで、そして日本一早い桜が咲く八重岳もとてもおすすめの観光スポットたくさんありますので、ぜひ元部長にも遊びに来てください。それでは皆様、またやったー。